はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、アールです。あ、明けましておめでとうございます。アンチャーテッドです、よろしくお願いします。あれ、これ今2回言ったかな。ちょっとね、砂漠の種、あー、やっべ、あー、まあ、いやいやはい、初笑いですね。え、ありがとうございます。どこだよ、ふざけた野郎だぜ。クソ、出られなくなった。はい、ここからね、はい、よろしくお願いします。今年もアンチャーテッド佳境ですかね。鬼武者の方が、一応最終回、本編最終回迎えられましたので、今後ね、またちょっとおまけをね、まあ、1、2パート取れればいいなと思っております。 M9 いらないです。オーショットガンがあればいいんで。出られなくなったか。板は割れるんだけど、さすがに板割ったところでだよな。出られないか。ネイドが出られないっつってんだから出られねえんじゃねえだと思うけどね。はい、じゃあコメントありがとうございます。昨年からのね、いただいてますが、その辺いけんじゃねえの。なんかネイド、ね、チビネイドになってなんかスルスルスルっといけたら、あーでもな、ここに、ちょっと待ってね、ここに M9 があるってことは、え、やった。これなんだっけ。お、アンティークの結婚指輪。結婚指輪をね、くすねるのはまずいですよ。さすがにまずいんじゃねえかな、ネイト。いいのかな。これでなんかすんじゃねえのか。何か物を壊してとかだと思うんだけど、そうじゃないとすると、まあ、考えましょうね。まず、エレナが、一緒にいたときに、なんか、俺がさ、ネイトが屋根登って、ぐるぐる回ってたら、なんか急にさ、戦いが追っ始まってたのは、なんかあったらしいっすね。南京錠かなんかを壊して、銃で壊して進んだから、結局、バレちゃったみたいな。一応壊してはみたが、この柱壊れんじゃねえか。おわ、やったぜ。実際に、なんだろう、こう銃弾叩き込むだけで、こう石垣っていうか、この石の柱って壊れるもんなんですかね。ちょっとやったことある人はどっかから出られるはずだ、教えてください。まあ、そう、鍵を壊し、銃で壊したりして、結局暴れ回ったから見つかっちゃった。こんなんさ、何、どうすりゃいいの。おかしくね、このゲーム。ああ、出られなくなった。なしと。なんかさ、このゲームおかしくないのかな。さ、いや、これを良しとしたら何でもありになっちゃうんだけど、このゲーム。やったぜ。なんか、こういう、まあまあいいや。いいや、あまりなんか言うのやめるか。なんかちょっと付き合っていくのがね、文句言うのがめんどくさくなっちゃってらしいんですけど、あれ、待て、怒っちゃった。ああ、なんかすげえとこに怒っちゃった。追ってくるかな。ちょっと持ち帰っておこうか。あれ、お宅から。おい、待て、どこだ。なんか 上の方にいるんだよね。これ何、 BGM？ コロン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 なってんの？違うか。なんか木がガチャガチャしてるだけだよね、多分。まあ別の動画、ニューとアークザラットの方からね、来ていただいてるっていうか、まあ見ていただいてる方もいらっしゃってるので、ありがとうございます。ごめん。なんかちょっとおかしいんだよな。あ、これ丸ボタンを押さないといけなかったのか。アークサラットのね、新作というか、アークサラットジェネレーションもさ、当たってね、嘘。何なんだよ、この展開は。わかんないっす、俺も。どうなってんの、これ。いや、だってさ、これ、別にエアガンじゃないんですよ、ショットガンだって。ね、皆さん誤解されるかもしれないですけど、多分当たったらすごい痛いはずなんですけど、かすりもしないっておかしくね？
とさ、まあ、至近距離からだったら強いんだけど、いや、至近距離からだったら強いのはもちろんなんだけど、遠く行った時のダメージのチリ減りが深さがさ、やっぱゲームだから、銀とカーネリアンのネックレス。カーネリアン？この石がカーネリアンっていうのかな？ちょっとわかんないですね。あー！下打ちが混じる。でもこれが出てくるってことは、これ使わないとまずいってことかな？あ、敵が落としたやつか。まあでもちょっとこれ持っとくか。いや、やべ、5発。あ、やばいよ、これ。だってさ、これ5発しかないのに、5発じゃ足りないもの、このゲーム。5人、ね、1人 1キル、1発で1キルできたとしても、待って、20人くらいいるでしょ、来るでしょ、これ。って。どうすんだよ、これさ。こりゃ使える。いや、使いたくねえな。処方箋通り。はいはい、じゃあね、弾丸出しときますんで、ちょっと。グレネードを投げる瞬間、 あいつにはショットガンってわけでしょ。はい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 。じゃあ出しときますね、この辺に。ほら、さようなら。ほれ、もう一回。あー、すごい強いものやって。隠れときな。隠れてんだよな。おちょっとちょっと、ダメダメダメね、とそんなとこいたらね、死ぬからね。まず間違いなくね、死ぬんすよ。お別れでしょうね、と自分のさ、体力、気力をさ。BGM 鳴って、ちょっと。景気のいい BGM かけて。あ、当たらない。よし。こいつだけでもちょっとね、黙らせておかないと。あかんのかな。次。で、次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 、あれ、ショットガンは。なくなってんだけど。あ、マグがあったっけ、どっかに。マグさん。ちょっと、捨てるのはパラじゃねえんだよな、ほんとに。なんじゃ。まったく手こずらせやがってよ。おめえだけじゃねえだろ。強化装甲兵来いや、早く。アークザラットの銃はどれくらい強くなった。ほら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 。これをくれ。ほら、もう一個。ほら、お年玉じゃ。ふざけた野郎だぜ。これ使える。持ち帰って、持ち帰って、持ち帰って。クソ、どこ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 、見ねえ。スナイパーはちょっと自分でちゃんと股間に矢受けてるだろ、弾丸受けてるだろ。ほら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 、ちょっと遠いな。いや、頭か、仮にだよ。あ、これ無敵入ってんの、多分。ちょっとあまりにも遠すぎたんで、無敵入ってないんじゃない。あのね、パラクラってね、そんなにね、無事でいられるやついないんですよ。あの、普段着で。どこにいんだ。よし。お、生きとったんか、あれ。それとも強化されてんのかな。クソ、あの、やっぱ投げ返すリスクなんだよな。投げ返せなかった時に俺が爆死するんで、ね、爆死すると俺やり直し食らうんでさ。あー、わったま、来た。ふざけた。このアホどもうんざりで。まったくない。あぶれ、リロード。どうだ？ちょっと小気味のいい BGM ないの？これ絶対 BGM 出るでしょ、だって。これバグでしょ、多分。ね、教えて。教えて、経験者の方、方々。結構いらっしゃるみたいなんで。いや、上級
中級だってね、そんなに死なないよっていうお話もね、いただいてるんですけど、人の数、この袋叩き感って中級でも一緒なのかな？だとしたらやっぱり狂ってんだよな。いや、でもね、まあ、そんなにね、悪くないとは言っていただけるんですけど、どうなの？普通さ、TPS とか FPS の、そのマルチというか対人ってどういう感じでやるのが正しいんですかね？全然俺わかんなくて。言ったらさ、打たなきゃ当たらないし、ね、当てるためには前出ないと、うわぁ、なんだいこれ。古代芝の胸像。胸像っていうためのその首から下がちょっと なくなっちゃってるんですけど、大丈夫ですかね。しょうがねえな、この140発で行くしかねえか。やっぱりとにかくやっぱ安全第一、とにもかくにもこう遮蔽物に隠れないといけないんですかね。基本的にでもさ、例えばここでさ、どこでもいいんだけど、ピストル？まあ、こっちの方がいいかな。例えば、まあ、そこにいたとして、打つじゃないですか。当てるじゃないですか。で、そうすると、まあ、また相手が出てくるじゃないですか。出てきたところに、俺が当てればいいだけになるんで、完全にやっぱり有利なんですよね。先制として当てた方が。逆にもう隠れると、場所変えるとかしないといけないんですけど、ね、遮蔽物があんまりないと、もう動けなくなっちゃうのではないのかなと思ったり思わなかったりするんですけど、それにしたってお前もね、頭出しすぎだろうと 思われるかもしれないですけどね。え？あ、壺割っちゃったのか。タイム風呂敷で戻さないと。よっ。おい、ちょっとどこだよ、ここ。だってまた人いるんじゃないの、これ。また握手会場じゃないの。ちょっと新年一発目だから、録音とか録画は大丈夫だね。よし。はい。じゃあ他のね、コメントもありがとうございます。なんかね、トゥームの新作映画出るらしいですね。もうアンチャテッドだから。オッケー、今のが最後だといいけど。いや、やめてよ、そういうこと言うの。うわお、戦車 戦車じゃん。ごめん、俺ガルパン見てないんですよ。ガルパン勢じゃないんで。お、生きてる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 。え、生きてる？生きてないか。ああ、俺、ごめん、ちょっとグレネード売り切れてるんですよ、俺。どうしよっかな、ロケットも。やめろ、やめろ。なんてこった、まだいる。よし、オッケー。ナイス、ヘッドショット。なんすかね、ヘッドショットを当て続けるゲームというか、ヘッドショット当て続ければいいのかなって、ちょっと最近思うようになりましたね。バッカ野郎、そっちか。まったく、たまだけいいや。で、そこ？ああ、死ぬかと思った。どこだ？そっちじゃない。いいや、外して。どこ？どこから大丈夫？危ね。そこ、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 そこ。ああ、当たられ。よしよしよし。あ、そう、隠れときな、隠れときな。隠れるっていう行為がさ、こういうゲームに限って、まあ、無敵じゃねえんだよ。普通に横からさ、割ってくるから。いや、すごいゲームだよ。ちょっと待って、みんなだって覗き込んでんじゃん。ちょっと頭おかしいんだけど。で、まだ横にいるだろ？もう見えてるからな、俺。はあ、もう。そう、隠れて、もう一回。慌てんだじゃね。ああ、無限は効かない、これ。やべやべやべ。あれ、なんとかしないといけないのか。ああ、まずいかな。この途中でもやっぱ無敵は入らないと。なるほどね。ああ、分かった分かった。もうしょうがないな。だったらグレネードの一発や二発くれよな、マジで。
てかそんなキッキッキッおら木の重さで耐えてるわけじゃねえだろこれだって。まだ足りねえのか。どこでもいいから割れてくれよ。時間が厳しいんだよなこれ。でこれ多分走ってる間も無敵じゃないでしょ。これはなんだ。壊せるだけか。ほら頭がない。参ったね。ちょっと壊れないんですけど。よし行くぞ。片足壊しちゃ壊れっだろう。あれが壊してくれ。弾切れた。あっうお俺あやつだ。お死ぬ死ぬ死ぬ。そんなとこで戦ってたら死ぬから。戦ってんの俺なんだけど。よしよしよし。あー落としたことになってないでござる。どっかさもっと安全なとこないの。あこれ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 。あちょっと間に合わねえわ。グレネードくれるマンがさくれねえんだよな。でも基本的にこういうのってさ前足だけ。あー前足が落ちない。前足だけで落ちないのか。壊れる壊れる。ちょっとああ間に合わない。効率のいいところはどこだ。効率のいい場所これじゃ落ちない。次向こうね。はい。あこれも落ちないの。もうここは間に合わないね。トゥームのさ新作映画が出るのはまあ新作というか、まあ、続編なんですけどね、まあ、一応リブート作品の。あ危ない危ない。あ今投げられたな。あ間に合わない。そうか危ない。ちょっと体力をすごい速さで回復してくれ。じゃないと俺が死ぬ。たまリロードしてよかった。よし落ちたな。で落ちてからがさ落ちてる。間に合ったのか。完全に今俺ダメかと思ったよ。うぇさあどうしよう。あ一応もう戦車は壊したことになってるのか。嬉しくね。あーもう来ちゃいけないやつがいるよ。ちょっと待ってくれよ本当にさ。弾もうないよ俺。このどうしろっていうんですかね。このああ背中弾それなんとかしろ。そいつ強化装甲兵もなんとかしろ。やべあ拾えない。パラだで強化装甲兵は強化装甲兵じゃなくて普通に強化装甲兵なのか。ごめん俺今投げたんだよ。投げ返したタイミングでボタンを押したんだけどさ。ごめんパラが邪魔してくれたわ。パラとの決別。結局ね袋叩きに合ってる。邪魔だよどけ。ね、袋だらけに合っているんじゃあんまり意味ないんですよね。上級だろうと中級だろうと。どこだよロケットマンどこだ。まったく。次強化装甲兵おいでよ。はい。ひるんだら引っ張る。おかしいだろこれ。だってこれは何。あ M9 拾ってないの俺。はい。ダメだった。くっそ。これなんだ。なんかすごい強そう。あ、すごい強そう。あ、これあ強いやつじゃん多分。ねえ、無限脇かな？無限バンダナかな？あ、これいけるな。よし。
横とかさ、後ろも気にしないといけない。あ、すごい、足遅くなってる。バトルライフル系なんだね、完全に。マジキャンプしないとさ、勝てない。BGM が鳴りやまないんで、多分どっかにいるんだよね。多分映画のやつもトリニティが出てくるのかな、あのトゥームレイダーだと。ちょっとね、やっぱアンジェリーナ・ジョリーの映画とかを先に見ちゃうと、新しいトゥームレイダー、バッカ野郎、それは持っとけ、花見離さず。俺自身が、その、君お名前なんていうの、パックになることだ。うるせえ。何がヒントだ。これは使える。これか。ちょっと、あ、これでやっつけろ。いや、だからそのロケットねえじゃんって。ロケットじゃなくても壊れたのかな今。足、ネイトの足音しなくなっちゃったんだけど。あ、直った。あ、消えた。え、なんで？なんでネイトの足音しなくなったの？完全にこれ、後ろから、キルできるやつよ。あ、このパック取ると足音消える。完全にバグじゃん、これ。すり足じゃねえし。ほらほらほら、ちょ、景気づけに打っとくか。今年もよろしく。あんまバカしなかったな。いいぞ。たまーに音鳴るね。はい。で、他にもね、そのアプリとかのね。マジで熱い。熱いとかじゃねえんで。熱いとかじゃないんだよな、もうね。いつもさ、それもな、もう背負ってほしい、マジで。携帯アプリでもね、あのトゥームレイダーありましたけど、結局海外向けっぽくてさ、ね、海外アニメもなんか作られてるらしくて、そっち寄りなのかもしれないですね。なんかさ、パラメラがかかっちゃって、ちょっとクリクリパーマで可愛い感じになっちゃったんですよね。我々が、おい、ちょっと待て、あー、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと。もうなんかさ、そうだな。わかるか？何？そのこともわかる？おい、俺撃つな。頼む、俺撃つな。アタラハトゥシノ。おお、おお、何、味方撃っちゃったら怖いんだけど。スナイパー、正面にスナイパー。おお、おい、大丈夫か。とにかく追われてなきゃ。ネイトは何、馬乗れんの。あ、やぶさめ。あ、アメリカ人？あ、ネイトってアメリカ人なんだ。イギリス人じゃないんだ。あー、まさか俺これでなんかやぶさめするとは思わなかった。ええやん。さすがに背中に向けても撃つことができる。あ、危ねえな、やべえなこれ。あ、間に合わねえ。時間がね、かかる。あれだな、こっちの方がいいな。ロケットだ。ロケット、うわぁ、最高。爆風がない。あ、吸い込まれた。砂塵に吸い込まれちまったよ。え、あんな感じで BGM 途切れていいのかな。考えない、やめるか。あ、BGM 続いてるんですか。
俺にはもう何もわからない。遠くに来たな、アメリカ人。シュクレン。来るところではない、この場所は。なぜ助けた？なぜ他の奴らみたいにやらなかった？殺してしまうのは失礼だ。君は疲れていた。敵とて食い物と寝床は必要だ。君はこの私の敵かな？ネイトだ。うん？俺の名はネイトだ。サリームだ。この部族の王者だ。実はな、サリーム、助けてもらった上申し訳ないんだが、馬を貸してくれ。お礼にあげられるものもないが。一人でイギリスのキャラバンを襲撃するのか？知ってるのか？二日前から偵察のものをつけている。何しに来た？なぜイギリス人がルブアルハリに？失われた古代都市を探してる。イラーム・オブ・ザ・ピラーズ。奴らは俺の仲間を取った。都市の場所を知る男だ。都市が見つかれば、彼は用なしになり殺される。都市が見つかればみんな死ぬんだ。今から3000年前、ソロモン王は精霊の力を利用していた。煙のない火から生まれた魔物たちを操っていた。何かが起こり、王は魔物たちを真鍮の容器に閉じ込めて封印した。都市の奥深くに。イラームは邪悪な都市だ。苦しみ、もだえる悪霊たちによって呪われている。あの地にイギリス人を行かせてはならん。もし呪われた力を解き放ったら。急いで奴らを追わないと。そうだ。だが相手は大部隊、正攻法では勝ち目がない。今晩は休め。明日谷に入ったところを奇襲する。夜明けに立つ。